休むんやで。正直言うとさ、昨日さ割とさもうフラフラでやばかったんだけど、寝て起きたらめっちゃ普通だった。レタス、ほうれん草、ガス、美味しいよ。でもほうれん草しか勝たん。あれも好きよ、ガストのほうれん草なんとか。でもあれはなんかすごいバター感強いけど、ファミマのそのやつはバター感がちょっとたまに感じるみたいな感じ。こう美味しい。ほうれん草一緒に大好き。カレーにも入れたりもするし、ほうれん草カレー美味しい、おすすめよ。ちょーぐいるじゃん。デメキン、あーそんな感じ。メイズかい。コロナは死亡率 0.1% なのに俺のは 30% です。え、そうなの、死ぬ。ダメよ、死んだら、死にそうになったら連絡してもらって。やばい。でも本当にさ、今さ亡くなったそういう感じを見るさ、ちょっと本当怖いよね。いつ何が起こるかわからないし。ミスターアイスはガリガリ君ナポリタンと同じポジションだった。微妙だった。ナポリタン食べたことないんだよね。でもアージュなんだっけ、トウモロコシ。中学校ぐらいの時に家族でみんなでチャレンジして、みんなでおえっていうのが食べた。めっちゃ覚えてる。一番あれかも、今までで一番そういう系でおえって思ったのはガリガリ君のコンポタージュかもしれない。普通のは好きだけど、アイスになるとアイスにした意味みたいな。ヨヘイこんばんは。しょうちゃんが家に帰ったらリビングに寿司職人がカウンター作って、えっ、やってほしい、やってほしいな。え、ハマチマジで5皿ぐらい食べるかも。3皿に1回ぐらいハマチとか連続でハマチ食べ、最後はハマチ、最初もハマチ、ハマチとハマチと甘エビで多分4割ぐらい。とあの玉ねぎが乗ったサーモンの寿司、なんかサーモンの仲間みたいなのあるじゃん、なんだっけ、なんかってやつ。でも私玉ねぎが乗っちゃうやつが好きなんだよね。玉ねぎ美味しい。あのアボカドと玉ねぎ乗っちゃうのも美味しい。大好き、おすし。なめらかプリンパフェがね、そんな感じかもしれない。なんか見たんだよね、誰かのリツイートで、美味しそうと思って。なめらかプリンパフェですね。ミニストップさあ、いかんすぎてさあ、わからん。ハロハロ、ハロハロよ。コウタさん、やっほ。今日も島のシネマグラフよかったね、めっちゃ見てた。マジ、でもなんか今日1回目のイースの方はメンバーに褒められた。なんかでも今んとこあれはない、あのなんて手応え。あのあれ見なきゃね。はい、あのあれで見る、あのライブ後に送られてくるやつ。でもね、そのライブ後にね送られてくるやつを見て、自分の反省点を見つけるっていう作業がすっごい好き。あとメンバーのいいところ、なんかノートのさ、あ、 LINE のさノートっていう機能あるじゃん、あれでマイライブ感想みたいなの言い合うんだけど、めっちゃそこに書く。何、あそこ何なんじゃ、めっちゃ良かった、大好き。私はこれが悪い、私はこれが悪い、私はこれ。次はこうする。あとね、そういうとそういうねノートがあるんだけどね、バンジージャパンのいいとこは、例えばしおりちゃんあそこのダンス変でしたよとか、あそこの場見入り違いましたよとか、あのタイミングとか顔の向き、センスの向き違いましたよっていうのをメンションして言い合うの、よくない？なんかそのお互いにさ注意できるっていう環境。環境すごい好きとか褒め合ったりでも、それはフルニーヤッホー。最近褒めたのはこの前のサウザントクラブのメインさん あのオエルパレードの落ちサビ後半がめっちゃ良くて、良すぎって書いて、昨日一昨日ぐらいのライブのシネマグラフの春菜ちゃんの間違っていたってのところが本当に良くて震えましたって書きました。あ、あなたいいセンス、僕も大好きなネタ、お寿司二丁好み。なんかさ、サーモンの上にさ玉ねぎとかアボカド、僕がさ乗っちゃうやつも美味しいけどさ、エビのさ上に乗っちゃうのも美味しいよね、大好き、すっごい。あとね、くら寿司のなんかユッケみたいな、こういういくらみたいな
小湯のあのね、の超あのとか好き。あと絶対食べるのはうどんと茶碗蒸しもたまに食べるし、ケーキもたまにっていうかよく食べるし、9割ぐらい食べる。何食べるの？縁側とか、なんか銀、あれかもしれん、銀魚っていう、なんていうの、そういうのあんま食べないかもしれん。しめ鯖とか食べないか。タコ食べるし、マグロ。1時半まで寝れない？結構あるじゃない、今の時間0時47分。おなこなこチャンネル、そうなこなこチャンネルっていうさ、カップル YouTuber 好きなんだけどさ、その人と今日さ、あのノンスタイルの井上さんがさ、コラボしたらしくても早く見たい。サーモンの仲間って魚全体だからほとんどの寿司のネタ。なんかさ、いろいろあるじゃん、なんかちょっとずつ違うの、サーモンみたいな。玉ねぎとアボカドと海鮮の組み合わせ、おいしすぎ、ヤクザだよね。本当にそう、おいしすぎすぎる、大好き。オリマヤッホー、今日もね、ありがとう。なんか今日嬉しかったよ、しおりちゃんには男気がないって言ってくれて。何だっけ、あの友達、藤田さんの友達藤田らしい、男気がないアイドルだからになりたい、なりたいなとも思ってるし、実際そうだけどね。なんかさ、そういうさ、そういう何、そういう部門、そういうその話題でなんか心配とかしてほしい、そういうところでは絶対に安心してほしい。そういえばもうすぐでしおちゃんに変なやつだって生まれたの時は1です。そうなんだよね、しおもさん、この前さ写真欄見てても47配信から1年もうちょっとだよね、びっくりなんだけど、人生で一番食べた47時間。A さんこんにちは、ガジオじゃん、ガジオガジオ。しおちゃん今日は日本お疲れ様、楽しかった。え、今日いてくれたよね、一本目もいてくれ、ありがとうね、いるーと思った。体大丈夫ですか、たまにツイッター見てるけど、健康とかもともとあなたヘルニア持ってるからね、気をつけてね、いつも時間かけて来てくれてるから心配になっちゃう、生き返るとかね、悪化しないといいけど。おや間に合った、夜ご飯後に落ち、え、シューム今日寝落ちしてたから仲間だね。炙ったサーモンが好き、あー、え、中学校の時とか好きだったけど、なんかおばあちゃん、胃がおばあちゃんになっちゃったからね、マヨネーズ、炙ったマヨネーズ食べるとね、飲みたりしちゃうね。でも好きよ、最初に食べたい、そしたら女子って大体寿司ネタでサーモンと縁側食べてる、あ、女子だな、そしたら女子。少子が生まれ変わったらワイが食べるハマチ、そうだよ、生まれ変わったらハマチになりたかったから、この前の時は。今何になりたいかちょっとわかんない、ナスビ、今ナスビになりたい、ナスビ美味しいよね、お寿司食べたくなっちゃった、なんかお寿司屋さんのさ、お持ち帰りパックみたいな、はい、買って帰って、なんかスーパーとかでさ、売っちゃうやんとか、お寿司屋さんのさ、なんかところみたいな、ちょっと美味しそうと思うけど、お寿司屋さんのお寿司でやっぱさ、ダントツで美味しいじゃんとか、なんか出前じゃないけど、そういうこういうなんかこういうもん、箱に入ったやつを持って帰りたい。うどん食べるとお腹いっぱい、そうなんよ、お金かかっちゃうか、これも高校生の時から使ってるあの方法。美味しい、それとパパがめっちゃ大食いなんですよ、でもそこだなって思いました、私ママは普通、パパがもうありえん食べる。ともきれや、サーモンが一番好き、サーモン美味しいよね、ネギ、じゃネギとか玉ねぎとか大好きなんです、臭いかもしれないの、すっごい大好き。ね、昨日の罰ゲームの冷えピタ食べるの、え、本気でよ、食べてないのまだ、早く食べて、見たよ、冷えピタ食べた人さ、見たことないかもしれない、だから食べてほしいなと思ってるよ。待って、これ読んでない、まあ21年も受けたし、
週に会えたからもう満足死ぬ死ぬフラグですか。読んでないのないかな。だけどそこ結構メロになってる感じの曲ではあるから、神様こんばんは。私ですか神様。なんてことでしょうか。こんばんは。そう井上をコラボしちゃった。マジでカジサックと井上のコラボが一番好きだけどね。井上のコラボだったら。なんか誰かがタグ付けしたからしてくれたからツイッター開いた。すごい顔。たまにさみんなが上げてくれるスクショで本当に顔やばい時面白すぎて笑っちゃう。全然載せていいんですけどね。まあ顔すごいなって思います。ウィブスターアイスどこでもなくて、ファミマでよ。ファミマどこもない。なくなっちゃうかな。人気なん。待ってそこだけ言ったらごめん。はしょりすぎやろ話の前後。あと寿司屋でちょっと前エビ10貫食べてアレルギー反応で、えすいませんデビ、えかわいそう。急にためになったの。かわいそう。好きな食べ物がさ急にアレルギー来るって言うじゃん。で悲しすぎる。井上と共演したらいろいろ疑うね。つながってるって。でも井上さん主演のことツイッターフォローしてるから主演のこと好きだよって言ったとこだけど、同業者っていうかそういう系の人みんなフォローしてる。フォロバーしかしてる。でも井上に選ばれてからもう1年経ったから。どこだっけ2020年の。たけちゃんやは。ねさんも乗せた種類多いよね。全部美味しいんだけどさ、後ろは玉ねぎが乗っちゃうぞ。大好き。あれからバレなきゃいいかっていたずらは必ずそうだよ。でたまにいいね欄とかを見てこういいねしてくれた人全員のツイッター見に行ったりするので、多分それだったと思う。ラルトスは旬のツイートをいいねかなんかしてくれて、なんだこの人と思って見に行ったら、なんかすごいなんだこいつ。ナスビになっても食べる。本当食べて。サーモンで始まり、サーモンで終わり。いつもサーモン大好きだね。今日ドイドンに BJ とかしおち見せたら可愛いなぁ。なんていい人。なんていい人なの。マジ全員可愛いからさ全員見せて。中村ね、今週毎日夜ご飯やばい。毎日はやばい。もう、ね、寝た方がいいんじゃない。スシローのお持ち帰りよく利用してる。え、お持ち帰り買ったことない。高い。お寿司屋さんのさお持ち帰りがいいんだよね。高いからケチだからさ。ケチだからさ、このあのよくさスーパーとかさもこうこんま持ってんじゃん。これ買うんですよ。でこうこうって切ってたのブロックっぽい感じに切って、なんかサーモンとマグロを買って、なんかこうやってブロックみたいに切って、なんかごま海苔みたいな感じでね、ドン作ったり普通にこうこうやって切ったりもする。2020年。ほらリアル脱出ゲームさんからね、去年ね井上からのやつが当たりましたって DM が来てからちょうど1年ぐらい。8月11日にちょうど井上に選ばれたから。でさバンデージュパンって DM 禁止じゃん。だからさこう名前とかさ郵便番号教えてくださいって言われたからメール送った。すいません DM 送れないので。しょうちゃんが言うありえん食べるがそうすごそうすぎて想像できん。お寿司食べたい。もうお寿司の顔になっちゃった。口か寿司の。あ寿司の前ならめネギ一発目。めネギ何これ。めネギ寿司さんま行ったことないかも。人生で一回も行ってみたい。めっちゃ寿司おいしそうな名前してる。なんかおじさんが真ん中でポーズしてるやつでしょ。うどんと茶碗蒸し食べたら30皿以内で済むから経済的に助かる。そう経済的に助かるけどさすがに30皿食べない。ヒューピタリアルバピコ罰ゲーム。そうよたまに来るリアル罰ゲーム。
ネギトロハマチ、タイ、中トロ、ブリ、ネギトロで終了です。ワイの寿司ネタコース。ネギトロ全然食べないかも。ハマチめっちゃ食べる。タイあんま食べない。中トロも食べない。ブリ、ブリたまに食べる。ネギトロあんま食べない。ネギトロめっちゃ好きだね。クレジャック最高の家族チャンネル。え、もうさ、本当にせんちゃんが可愛くて、せんちゃん推し。秋のハミのチャレンジ画像あげてあげて。事故か何でも載せていいよ。あの小山に100万回ぐらい言ってるけど、本当に顔がどんだけハメだろうがって載せていいんだけど、あ、お洋服だけちょっと、あのお洋服がめちゃくちゃ乱れてたとか以外だった。まあでもそういう服着ないけどさ。今日は T シャツ、今日はデカ T シャツです。みやび、やはファミマ旅よ、ファミマ旅。みずくんが寿司連れてくれるっていう架空の話があって、みんな架空の話あ、でも今日お手伝いしたからってこと。もう今日のお断りしてくれた話大好き。しょうちゃんってメンバーの誰かから言われてから、あの寝顔ヘッダーしたの。まだこれ、いや自分だったと思うよ。自分で知ったと思う。なんでだろう。このツイートのやつをツイッターに共有してくれたか、いいね来たか、リツイート来たかなんかだと思う。井上はアイドルに手出すから。そうなの。一瞬手出されてないよ違うよって。そんなこと言わず、しょうちゃんのことが好きに決まってる決まってるというか、薬みたい。囲み動画とか見せたらめっちゃ嬉しそうに。マジ？なんてその癖のある囲み動画しょ、囲み動画の時だいたいふざけてる。シャワー浴びてました。タラヤマです。お疲れシャワー、お疲れシャワー。田中作ってくれるの。マグロ漁船乗って、今日魚丸ごと乗って帰ってきます。柵？魚釣りやりたい何でもやりたい。昔パパとね魚釣りしたことある。パパ魚釣り大好きだから。ショウチが何になっても食べるし、髪の毛は、そうよ、その髪の毛はラーメンでできてるし、流れる汗は豚骨醤油味。え、みおちゃん明日来る？臭そう。井上は罪な男だ。そう、まったく罪な男だぜ。え、誰かにさ、でも最初こんだけさ好き好き結婚するのに言ってるけどさ、井上もね鑑賞用だから。偶像、そういう的なアイドル的立場の、何アイドル以上のあれ、神だから会いたくないな。逆に会いたいけど会いたくない。なんか会ってしまうと死ぬ。もう飲めとすなれて。そうだよ、そういうこと。お寿司の顔後でコラ作っていいよ。しょうちゃんハマチが一番、そうハマチが一番大好き。ハマチ、エビとかも好き。トップ2、3番目が玉ねぎが乗ってるし玉ねぎが乗ってるサーモン一番食べるかも。他のやつだ。3番目タートルさん、やっほー。始まりはいいさ。そうだ、タラトラシャン、タラトラシャン。これじゃあ、マイクくれたのありがとうって言ってない。この前、前のお寿司屋さん行ったら、ゆきちくん、えぇ、前のお寿司屋さん実費で行ったことないやば。何でも美味しい人間だからさ、高級なものはもちろん美味しいと思うけど、一緒の脳も本当にそれはケチなんかもしれない。焼肉とかももう牛角一番高い、勝利的な牛角のなんとかコース、真ん中ぐらいのやつ。これくれたさ、ありがとう言ってないし。これさ、このトダトラさんっていうさ、うんちがさ作ってくれた、うんちのアバター、トダトラさんがうんちみたいになっちゃった。うんちのアバターの人が作ってくれたさ、しおりなんだけどさ、めちゃくちゃすごいんだよね。え、いや違うよ、でも絶対に何言ってたよ。あ、まあ、いいよ、こうせこうせ、かわいくない？すごい、ネンドロイドっていうなんだって。こんな感じの口。しかもさ、これさ、すみっこ暮らしのさ、これこの前見た時思ったんだけどさ、すみっこ暮らしのさ、すみっこ暮らしの顔でプリンになってやってくれたんでしょ。めっちゃ可愛くない？これ顔の前に置こう。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いのかな。ハメチャレンジ前のリップくれたやつに送ってる。マジ？見よ、
やばい、処理パンツ白色じゃん。じゃこういうフィギュアパンツ気になる。パンツ事情。白パン。白いパンツ。かわいい。今日の推しはめちゃくちゃ希少なドロップさんの音源をもらった。おードロップさんは希少価値がすごすぎる。そう、日本国旅行 T シャツめっちゃ気になって。かわいいよね、これ。お気に入りなの。かわいいだろ。えっ、かわいい。わっ、これ長袖の黒バージョンもあるんだよ。あ、このブカブカ感がすごい好き。でも思ったよりでかかった。すごい、あ、やばい、でかい。もう膝ギリギリぐらい、うん、すごい。でもこれ1個でも着れる感じ、すっごい楽なんよね。そう、汗豚骨臭に匂っていいよ。アボカドとそれ系のね、光物とか買える。あ、全然違った。光物食べない。光物って貝もあんま食べんかも。嫌いとかじゃないけど、なんか本当に好きなやつばっか食べちゃうから。ハマチプリうまいよね。俺も、え、美味しい。そういうのがね、好きなんかもな。ハマチとプリ、まあ似てるよね、味。味は似ちゃう。究極の卵ご飯の、え、美味しい。ネギと卵が乗っちゃう。海苔乗ってたっけ。あれめっちゃ好き、大好き。美味しい、美味しいよ。好きなエビは蒸し、生、甘エビ。生甘の順番。生が一番好き。でもアボカドとか玉ねぎが乗っちゃうのは生エビ。でも甘エビよ、大好き。お疲れ様、今日もありがとう。あれあったっけ。たまきプリンちゃん、ね、めっちゃ可愛くない？プリンちゃんの色配色で、顔はうちの好きなすみっこ暮らしのやつ、めっちゃ可愛い。エビのしっぽちゃんってね、確かに可愛いね。可愛いよね。キャラクターにしたい、しおり。だいぶかわいい。ありがとね。星事情、パンツ？パンツ履いてるか気になる、めっちゃこういう。ジチャル、こんばんは。やっほ。あ、もうコマさんの新しいアバターなの、かわいい。なんか公式スタンプ、絵がうますぎて公式スタンプ見ない。かわいいね、すごいよね。服も青色でさ、しかもさ、これさ、手足もついちゃうよ。いろんなバージョン。手足、ついちゃう。かわいい。いかがそう。滝が1位ってこと？アンニョン、お願いだからアンニョンと叫んでくれよ。アンニョン。エビは生と、あ、似てる味。味じゃない、口。かわいい。しっかり。顔の前の方がいいか。ちゃんパンツ、オッケー。パンツ大好きってこと？足の裏とパンツが好きってこと？え、生ママかぶってるし、牛角ね、かぶってるよね。あと、お通しで出てくるさ、最初のあのキャベツのやつも好き。超おいしい。スポーティーチー。あー。井上も回転寿司行くのかな？行くんじゃない？でも、あの、カレーが得意料理だ。カレーとオムレスが得意料理なんだよ、今は。両親が山口だから方言めっちゃ懐かしい。あー、なんか聞き馴染みがあります。めちゃくちゃ好きな曲があるんだけど、音源なくてメルカリで18,000とか。すごい、報酬がすごくいいですね。すごい、そんなに結構昔のってこと。手足の、やっぱすごいよね、本当にすごい。しかもね、主人、あの、自分のね、顔のパーツ一番好きなところ、この目の下のほくろなんですよ。実は2番目に好きなのがこのほくろ。
私顔についてるほくろがすごい好きなんだけど、そこもねすごい見えにくいかもしれないけど、あるんですよね実は。見えにくーってちょんってついてて、すっごい可愛い。あとツイッター載せよう。すごい可愛い。すごくない？マジすごい。ハマチは小さい時のブリでハマチがでかくな、え、そうなの？知らんかった。え、じゃ今アッコ先生はハマチってこと？ハウチハマチ。100。かわいい。ハマチ。僕もカレーとオムライスはそれなりに挑める対抗ですか？あと未熟の数値がえ、そっちの方が高い。3万円の価値じゃない？ 3 万円の価値。そのほくろいいよね。このほくろね、これね家族全員ついてる。5人、パパママふみしおり妹って家族構成全員ついてる。5人、この遺伝めっちゃ遺伝。これ全員同じとこについてるの、面の下の。すごいよね。ママはねもうちょっと外なんだけどね。パパもあるし、ママ特に3姉妹がもうみんなここ。ふみもあるよ。すごいなって思う。出世魚って言うの？魚に近いってこと？あ？ブリは出世魚。うん？変わることってこと？鮭も？つまりママモリモリはモリ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 はブリってこと。ブリはどっちだっけ？あ、でかいってこと今モリモリ。あ、なるほどね。じゃあそれはブリだね。俺は鶏肉。そうだよ、すぐーちゃんは唐揚げの味だからね。すぐーちゃんマジで唐揚げが。でもお腹とかあのすごいバキバキだし、足長くてスタイルいいから、なんかヘルシーな唐揚げそんなものはないって感じだけど。よちこんばんは。出世魚って言って大きさで呼び名が変わるんですですね。へー、そうなんです。知らなかった。知識を得ました今。うーん、それすごいことだね。これすごいのみんなあるんよ。これこれ塩のイラストとか描く人は絶対ここ描いてほしい。似てなくてもいいからね。これほくろがあったらもう OK。 結婚したから俺も目の下に泣きぼくろタトゥー一瞬で終わりそう。タトゥー痛そうだから。タトゥー痛そう。100均とかにある貼るタトゥーみたいな、あんなやつを今日切っマッキーでピンってやったらええん。これもうブリじゃね、知らんけど分からんよ。なりかけかもね。そこの袋、しおりさんつけ、ふみさんつけ。つけんかったんかい。嬉しい、つけてくれて。まずそこ見るもん。顔のパーツとかでもそこ、一番最初に見る、そういうやつが来たら。ってことは、まだ 俺はまだ20歳、ハマチか。20歳って見えた。絶対ちゃんもそうだよ。チャームポイント、この袋。袋とエクボがチャームポイント。エクボもママ、ママ全く同じとこに。パパはない。ちなみに今の来てたブリの仲間のカンパチが美味しい。来てた人カンパチ、カンパチあんま食べたことない。今度買ってみよう。ブリは大好き。カンブリたまに買うけど安いし。カンパチか、気になる。でもやばい、お寿司の口になっちゃったじゃん。お寿司屋さんの寿司は食べた？いつもしおりちゃんと一緒にいたいから刻みたい。しおりちゃんの心よ。いつもよりおすぐるちゃんは私の心臓。ん？すぐるちゃんは私の心臓よ。よかった？刻みのり担当。エクボグリグリやれていいや。こっちの方が深いの。ん？
プリは冬ね、美味しいよね。冬のやつも大好き。プリシャブ食べたい？トゥルルのブリはですね、お湯にかける時の料理の時は、お湯にかける前にですね、塩をかけて時間を置くといいですよ。じゃあ今度一緒にお寿司屋さん行こうわ、のおごり。やったれ、人のおごりのお寿司大好き。だいたい家族で行く時とか遠慮すればうどん食べたり、終わった後になんかご飯別で買ってた。スグルちゃんと一緒にいるとドキドキは止まらない。僕がそうだ、そういうこと。スグルちゃんが主の心臓なのね。その心臓担当よ、安倍心臓。目の形も瞳も一緒だけど、海ちゃん大きく、人スグルちゃん小さく。そうなんですよね、目のね、あの幅ちっちゃいんよ。縦も横も、特に縦が狭いんですよね、私目が。ほらこっちとか特に、横はもうまあちっちゃいけど、縦が特にちっちゃくて目の面積がね、ない。え、けなげすぎておごりたくなる。おごってほしい。それもぜひおごってもらって。やめて、真顔で安倍晋三じゅう。ほんと？安倍晋三さん好き？しょうちゃんに無理やり期間限定高いんだって。絶対食べん、高い色の寿司か食べない、食べたくてもとか聞く。ちょっと高いやつ、ママこれいいですか？つまりすぐるちゃんに何かあったらしょうちゃん、そうだよ、逆両方か、お互いだね。井上に怒ってて聞いてみて。怒ってあいよ、あとで愛しそくね、井上に。シュッシュ食べたラーメン楽しくって今でも思い出す。スープの締めにうどんかちゃんぽん入れたって。あれさ、本当にラーメンじゃなくてさ、お鍋みたいだよね、調子から。なんか渋谷に行ってあそこ通るためによく思い出すよ。あのあと何食べたんだっけ。食べるさ、特典届いてて、ラーメンの後に何か食べた。ハンバーガーだっけ、お前忘れちゃった。俺に何かあったら心臓の役目を魂ごと引き取ってくれる人をツイッターで募集します。はい、しょうちゃんと食べに行きたいものを。本当？え、マジで食べて、可愛くないよ食べてる。どうしようの、半分ちょうだいって言いそう。しょうちゃんに好きなだけ好きなネタ食べてもらう企画。やりたい、それはぜひ。ガチガチのボディーガード付きで半日お食事会みたい。半日やば、超長。ガチガチのボディーガードでともきどんだけ危険な人なの。いいね、食べるのやりたいんだよ、よほんと楽しいもん。はぁばばばばばば、あの菓子一口でいくのめっちゃかわいいの。なんかに人気って、人気っていうか笑ってもらえて嬉しかった。あれめっちゃリツイート多かった、あれだけど、なんでやねん。よー、であと2分ぐらいで終わろう。明日はですね、最初が横浜の初めてのホール、横浜じゃない所沢、東所沢駅らしいですよ、のライブとヒューリコール。でもね、いつものね、ヒューリックホール東京じゃなくて、浅草橋ヒューリックホールです。いや、紳士だよ、でも女の子からしたら怖いやん。別にみんなのこと怖いと思ったことないけど。口が悪かったりしそうとか、なんかツイッターでなんかとか、なんかそういうのだら怖いけど、別にみんなのこと怖いとは思わないよね。熱いラーメンの麺を大量に持ち上げて冷やしてた塩ちゃん面白い。よくやる、ご自宅だから。こっち一口は基本よね。そうよ、でスプリーバーだ、
だったらさ、シュークリームも一口でしょ。だってシュークリームみたいな名前だもん。リリーベのお食事ゆっくり食べてた。リリーベのお食事はいつもよりはゆっくり食べてたけど、だいたい主人が先に食べ終わっちゃうの。熱いものとか遅くなったりもするけど、ね、だいたい主人が先に食べちゃってちょっと気まずい。ごめんね遅くてって言われるわらわらって。もりもりお疲れ様でした。もりもりおやすみ。食べてね、ハムのおにぎり。朝かぶとばし、初めてかもしれん。初めて聞いたもんだって。リボンまみきつつあってお食事会できんない。でもこの前はやったね、確かにそう思った。あの、遠征だとある、ツアーとかだと、あるかもしれない。全然冷めなくてずっとそうなんよ。こうやって持ち上げて、あの、空気に触れさせる作戦。パンダここ、子が2つになっちゃう。なんでですか？また明日。週も完全にお寿司の顔じゃない、口になってしまった。週でお休みの食事、いや、たとさん、おやすみ。ネンドロイド、お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様。今日毎週、私今日はお酒飲んでないね、多分。あざす。俺の食うスピードについてきてくれるワイルドスピードしおりちゃんが大好きです。すぐるちゃんといえばもう本当にスタバのあれが楽しかった。二人でさ、光りながらさ、体中に二人でさ電飾巻いてさ、光りながらスタバ行ったの楽しかった。あとケーキをおねだりしたところ、いつも癒しをありがとうってそんなこと言ってくれた。スキピン、GTR おやすみ。プリンちゃん、お腹空いてきた。夕食業種寝落ち食べた方がいいよ。それはハマチ食べたくなっちゃったから。ガリガリ君全然違うけど、おやすみ。ハマチ食べたいな。お寿司食べたい。今日おしまい。